12月に追加された吉田の学生ユニット第2回として紹介させていただきます。みんなで使いたい。確かにルナとルルとティーダと皆さんこんにちは、白黒チャンネル12と GGG チャンネルのみそ汁です。ということで本日もファイナルファンタジーブレイブエクスビアス公式チャンネルやっていきたいと思います。イエーイ、よろしくお願いします。はい、というわけで本日なんですけれども、はい、12月に追加された、星7覚醒ユニット、こちら15体いるんですけれども、はい、前回ですね5体紹介させていただきまして、続きまして10体のうちの5体ですね第2回として紹介させていただきます、はい、残りの5体はですねまた第3回として紹介させていただくのでぜひぜひチェックしてみてください。それではみそちゃんの方から紹介してもらいたいと思います。では見てみそし。はい、デュークさん、グラディオ、そしてラスウェルですね。でユーナ、ルル。はい、こちらの5体を紹介していきたいと思います。ルルはね、先ほどチュニタスが反応していたように持ち物が進化によって変わりますので、覚醒によって変わりますので、ちょっとそちらもね紹介しながらいきたいですね。はい、ではまずはデュークさん紹介していきましょう。はい、デュークさんからいきます。で、星7になって皆さんパッシブがねガクッと上がってますので、うん、細かく説明すると多分あさってぐらいになっちゃうかなって思うので、パッシブはちょっと省いて、まあどんな方向性で成長したかっていうのを重きに置いて紹介していきたいと思います。はい。では星6の時のデュークさんはですね、どんな子か覚えてますか？氷属性のジャンプする人。おー、正解。氷属性の竜騎士、ジャンプする人ですね。はい、で、注目なのがですね、はい、星7になって、まあ、氷属性が得意な竜騎士としてさらに純粋にねその方向性に伸びたんですが、うん、この間のニコ生で発表された任意のジャンプがこちらのデュークさん追加されております。なるほど。まあ、どんなものかということをちょっと説明しますとですね、はい、今まではジャンプ系のアビリティは全て飛んだ後降りてくるタイミングが指定できずに、まあ、そのターン開幕に降りてきて攻撃が入るっていう仕様でしたね。次のターンの開幕ですね。そうなんですよ。とかまああれですね、指定ターンの開幕か、2ターンとかあったら2ターン後、そうですね。はい、決まったターンのその落下して攻撃が入る。なのでチェインが組みにくいので、うん、まあ同じように何ターンか後に攻撃が発動するっていうアビリティがねいくつかあるんですけど、まあ、そういう子たちとしかチェインが組めなかったんですよ、はい、同じジャンプとかなんですが、このデュークさんからですねなんとその落下のタイミングを任意で決められる、つまりはチェインに簡単に組み込むことができるという仕様がここで追加されております。はい、はい、なのでそれをねちょっと念頭に置いて説明していきたいと思います。はい、まずはですね星7で使えるようになる飛天滅竜槍蒼天というものがございます。それ、はい、こちらですね、2ターン自分に物理攻撃時竜系へのダメージをアップする効果を付与し、飛んで次のターン2位のタイミングで落下して敵一体にダメージを与える。なるほど、次のターンにチェインに組み込めるってことですね。そうなんですよ。でこの竜系へのダメージアップ率がとんでもない倍率が採用されてます。なるほど。でチェインにもね組み込めるのでドラゴンへの大ダメージが期待できますね。でもともとね竜騎士というだけあってドラゴンキラーたくさんついてますが、はい、星7になってねさらに追加されておりますので、それも合わせると、うん、めちゃくちゃ半端ないダメージが竜に叩き出せる。なるほど。しかもねこの技自体も倍率が高いので、はい、まあより多くのダメージを期待できますね。うん、はい。そしてですねスペシャルアビリティも同じような感じですね。うん、まずスペシャルアビリティこちらの、風流滅相人、うん、こちらがですね5ターンに1回使用可能となっておりまして、うん、敵全体にダメージを与えつつ防御とそして氷耐性をダウンしてくれます、はい、このデバフ率がですね防御は、まあ、このゲーム内でもかなりトップ、うん、なんだろうリドちゃんのその普通に使えるアビリティとかよりも高い防御力ダウンが採用されてます、うん、でこの氷属性耐性ダウンも、うん、報復常闇さんたちが使えるなんとかの報復、ベリアさんたちが使えるカウンターで下げるデバフ、めっちゃ強いですねぐらいの、耐性下げが採用されてますので、はい、まあ、かなり大ダメージが期待できるということですね。そして、次の1ターンですね1ターンの間、はい、使えるようになる、こちらの飛天滅竜槍氷塊というものがございます。うん、はいはい、こちらですねこの氷塊がですねまあもともとあった飛天滅竜槍蒼天のようなものなんですけれども、うん、同じように竜系のダメージをアップさせてジャンプして攻撃を任意のタイミングで繰り出すというものなんですけど、この攻撃倍率が先ほど紹介した想定よりも高いものがこちらの評価では使えるようになるということですね。めちゃくちゃ強いです。この倍率、なんだろう、これチェインに組み込めるけど大丈夫ですかみたいな倍率ですか。ドラゴン相手だったらちょっともう連れていきたい。でもいいですね、こうエッジが効いててね。そうなんですよ、もう絶対ドラゴン殺すマンとなりましたね。はい、いいですね。そんな感じの、デュークさんです。そしてですね、フィニッシャーとしてジャンプするだけではなくてですね、はい、ジェリットスピアという技がございます。星7で覚えるものですね。このジェリットスピアがですね、なんと、多段ヒットとなっておりまして、チェインが玉ねぎの、オニオンスライス、クンシラだったりとかセフィロスの一陣、クンシラの魔法剣やセフィロスの一陣とフルチェインが可能ということで、なのでチェインもできて、フィニッシャーとしてジャンプして、降りてきて大ダメージを与えることもできるので、どんどん汎用性が高くなりましたね。氷属性もアップさせるんですね。そうなんですよ。氷属性スペシャリストみたいな感じですね。そうなんですよ。しかもこれ結構ブリザガぐらい上がるので、バブリザガぐらい上がるので、なるほど、めっちゃ上がる。めっちゃ上がるんですよ。すごい期待できる感じですね。龍騎操術奥義、こちらで今まで覚えていた攻撃特殊アビリティもダメージ量がアップしますので、今までのね戦い方もしつつ、新しい戦いも組み込んでいくとより高いダメージが出せるということですね。そしてトラストアビリティ紹介していきましょう。こちら龍風寺の神髄、こちらがですね HP、MP 防御精神を 20% アップ、パッシブですね。プラス片手用武器を2つ、2通りですね、装備すると、武具の攻撃がアップ。はい、片手用武器2つということは、この子をスーパートラストマスター、こちらの風葬バーチャードレイク、そうなんですよ。これが両手武具じゃないんですよ。そう、両手武具じゃなくて、両手武具じゃないのって思った方も、多分たくさんいらっしゃると思うんですけども、逆に左手にこの闘争のおざらつ、デュナンさんのトラストマスター、でこう憧れの先人の槍を片手に、氷属性の槍を片手に、自分のトラストスーパートラストマスターの槍を超えてこうやってやるってことですか。それはちょっとねやってほしくないけどね、その攻撃方法は。みたいな。やだ。スタイリッシュにしてる。そういうことだね。つまりはそういうことですね。つまりはこういうことですよね。はい。でトラストマスターはね、この竜騎士の誇りで兜と槍装備時攻撃力アップですね。もともとめちゃくちゃ強いので、そうですね。普通にとってもね、他の子でも使えるんじゃないかなって感じですね。でも竜に楽しみ使いたい。いやマジ、もともとそのスーパートラストマスタードラゴンキラー回もついてるので。ついてますね。ちょっともう。ドラゴンキラー結構上限みたいな感じ。そうなんですよ。パッシブで普通にね上限近くまで行っちゃうんで、ジャンプして流形ダメージアップして降りてきたらまあすごいダメージ、すごいダメージですし、先ほど紹介した二刀流のパッシブで攻撃力が上がるやつなんですけど、トラストアビリティのあちらがですね、攻撃力アップ系とは別のベクトルですね。なので、両手持ちみたいな、全部の装備品の攻撃力アップ率を計算して出すものなので、もともとパッシブで、計算すると大体 100% になるんですけど、それとは別の、計算方法になるので。より盛りやすい。なるほど。邪魔しないですね。これがあるからちょっと漏れなくなりましたとかはないですね。はい。で今なんかその二刀流で両手持ち系のね、その武具の装備品の攻撃力アップ系っていうんですかね。なんか両手持ち系って言えなくなっちゃうね。これからは。武具攻撃力アップとかですかね。武具攻撃力アップ系。そう、武具の、装備品の攻撃力依存でパッシブで上がっていく武具攻撃力系の、パッシブなので、他とは被らない、ステータスアップ系とは被らないということですね。なのでこちらはかなり邪魔しない、二刀流なのに邪魔しないっていうのがすごいお得ですね。スーパートラストマスター先ほども、ちょっとご紹介しましたが、こちらの風葬バーチャードレイク、こちらですね、ドラゴンキラー回がつく攻撃力178の片手槍、片手槍でございます。闘争と風葬2本の槍を自由に扱える勇気者は存在した例がないと言っていて、初めてデュークさんが使えるようになったってこと。すごいね。じゃあここにもう闘争納財ライツの兄弟槍でもあるって書いてあったから。だから2つ持てってことだよ。そうね、そういうことですね。ちょっと頑張ってデュナンさんのやつを取っていただくのが良いんじゃないかなっていう感じですね。ぜひ探検とかもに出立。はい、胸熱だね。胸熱ですね、これは。続きましてグラディオーラスさん紹介していきたいと思います。はい、星6のグラディオはどんな子か覚えてますか？なんか盾。盾だけどなんか盾だけど攻撃もできる盾みたいな感じですかね。そうなんですよ。だけど、まあ、引き付けが覚えてない。はい。っていうので、まあ、他のね盾と比べて盾としても使いづらいし、うん、攻撃としてもそんなに高い倍率のものを持ってなかったので、アタッカーとしてもちょっと使いづらいなっていうのがグラディオさんの、まあちょっと悪い言い方ですけど星6の印象だったと思います、はい、素直なね印象、はい、星7になりましてですね、グラディオさんは、防御面もカバーしつつ攻撃方面に伸びた印象がします、はい、まず4ターンに1回使用できるスペシャルアビリティアップヒーバルというものがございます、はい、こちらがですねなんと、高倍率で敵全体にダメージプラス自分へのダメージを一旦軽減してくれるので、ステータスを攻撃面に振りつつも、まあ、ロイヤルガードやダッシュガードなどが使用しやすくなりましたね。そう、もともとに結構ねやられやすいようなイメージだったんですけど、自分のステータスも星7になってガッと上がりましたし、こちらでね軽減も自分でつけれるようになったので、はい、より耐えれますね。なるほど。はい、そしてですねアップヒーバルを使用した後に使えるようになる 2.1 流というものがございます、はい、こちらですね、2.1 流でさらに高倍率で敵一体にヒット数7の物理攻撃が可能になっております。ヒット数7、そしてなんとですね今回星7覚醒で、防御力依存の高倍率物理攻撃、今までガブラスさんとかが使えてたものですね、はい、それがですね使えるようになりましたオービタルエッジという技です。これですか。はい、こちらを獲得したので、まあ、よりさらに、サブ盾兼アタッカーというか盾兼アタッカーの地位をね獲得していったかなと思います、はい、そしてトラストアビリティも紹介していきましょう。ジェダイの盾、こちらですね、HP、そして、生死を 20% 防御 40% アッププラス、物理魔法攻撃を受けると確率で応急処置が発動、そして LB の効果が変化で、この応急処置というのがですね HPMP を、まあ、カウンター回復ですね、してくれるというものになっておりまして、LB の効果が変化というのが、まあ、どんなものかと言いますとちょっと見に行きますか。はい、こちらで言うと、1ターンダメージ軽減しつつ3ターン攻撃デバフというのが追加要素になっておりまして、このデバフ率がレベルを上げるごとにどんどん上がっていくものでして、最大まで上げると現在出ている防御デバフの中でもかなり高いものが採用されてますね、まあ、リドの特殊アビリティで使える強いデバフっていうイメージですかね、はい、それぐらい高いものが採用されているということですね、はい、そしてスーパートラストマスター見ていきましょう。選ばれし王の盾、はい、これが HP を 50%、 こいつか、やばい、こいつのおかげでめちゃ上がってるわけですね。で防御を 30% アップし、HP が一定以下の時防御アップということで、これがねやっぱね強いですね。で結局合計 HP どれぐらい上がってるのかと言いますと、全部計算すると 80% ぐらい上がってます。これは表示されている数値ですね、なのでまあそれだけ上がりますよね。上がりますね。はい、ぜひ使っていただきたいものですね。はい、そしてグラディオラスさんのこの HP なんですけれども、なぜこんなに高いかと言いますと、もともとのパッシブで、合計すると大体 80% 上がっておりまして、王の盾をアビリティ覚醒することでさらに 20% 上乗せされるので、100% となります、はい、これはあれですね、普通にこのステータスを画面を計算すると分かるものですね、はい、でかつですねトラストマスターで装備した盾に HP15% がついておりまして、でさらにですねそのスーパートラストマスターをつけた 50% が上乗せされて、合計 165% が採用されております、はい、まあどうやって計算するのかっつったら、装備等を割る基本のステータスを割ると 165%、 そう 1.65 ぐらいになりますね、はい、なので 165% というのが分かるということですね。はい、これはもう誰でも計算したらできるものですので、はい、こんな感じなのでもともとがとっても高いので、ついに HP 頭打ちのねやつも来るかもしれないですね。なるほど、頑張れば、はい、はい、強いグラディオラスさんでございます。はい、続きまして、氷炎の騎士ラスウェルさん、この間使いましたね。使いましたね、どうでした使用感。強くなった気がします。いろいろ攻撃の種類がいっぱい増えたような気がしますね。そうなんですよね。うん、かなりね、なんか小手先にこだわってるぐらい、すごいアクスターに怒られそうなぐらいいろんな技を使えるようになってますね。お前技を覚えればいいという問題ではないって言われそうなぐらい、たくさん新しい技を覚えております。はい、まあ元々の表演の騎士ラスウェル、星6はどんなイメージでしたか？氷属性のアタッカーみたいな感じですかね。そうだね。火もね、一応リミットバーストとか使うと使えるようになるっていう感じですね。そうですね。表演なので。そうなんですよ。クリムゾンセーバー持ってみたいな感じですかね。ただやっぱりちょっとね、皆さんお気づきかと思いますが、彼はね氷炎得意と見せかけて、実は氷属性のこう、そう体勢ダウンとかするんですけど、装備をあいつアウィンの装備でしたっけ？そう。アウィンの標文と装備しないとダメみたいな感じ。そうなんですよ。なかなかねでしたよね。確か上がるのがね。はい。刀相性いいのになかなかね、属性武器なかったりとか、あとは属性の攻撃が持ってはいるんですけど、まあ高倍率なものでないとか、付与がないとか、ちょっとね使いづらいところが目立ったかなっていうのが、ちょっと星6ラスウェルさん原作通りちょっと抜けているところでした。はい。星7になってですね。まあその抜けてるところはちょっと変わらずではあるんですけど、なんとすごい技覚えました。無名氷月ですかね。はい、こちらが、オルランドゥさんの成功爆裂波などのボボボボって出てくる7ヒットチェインですね、はい、あれとフルチェイン、これめちゃ使いやすい感じですね。そうなんですよ、はい、で氷風属性耐性をダウンさせてくれるし、このダウン率がですね結構高いものが採用されてますね。まあより高いダメージを出したければより高いデバフ率のものがね存在はしているので、たくさんなのでそのこと合わせてあげるといいんじゃないかなと思います。風チェインって感じですね。そうなんですよ。それこそ、先ほど紹介したデュークさんともね相性がいいんじゃないかなと思います。氷だしね、はいで、まあ別に氷じゃなくてももうブボボチェインがね組み込めることになったことによって別の属性を持たせてオルランドゥさんや常闇さんたちとねチェインさせて、そちらで活躍っていう、まあその活躍の場がねかなり広がったかなこの技でっていう感じがしますね。はい、はい、そしてですね、じゃあ今まで覚えてた技は使わなくなるのかといったらそうではなくてですね、パッシブで覚える天端虚無でですね、今まで覚えていたこちらのね表記されているアビリティたちのダメージ量もアップしております。はい、でですね、このダメージ量のアップ率なんですけれども、このセッカ終焉とクリムゾンピリオドのダメージはですね、まあかなり上がっております。なるほど。その技によってねアップ率が変わってるんですけど、めちゃくちゃ上がってて、まあだいたい 1.56 倍ぐらい、そうダメージが上がってるので、もう本来のものとは全然別次元の威力が出るんじゃないかなと思います。はい。もともとステータスも上がってるのでね、そうなんですよ、攻撃がより強くなったってことですかね、めっちゃ強くなりましたね、かつですね、スペシャルアビリティも紹介していきましょう。無我の死境ですかね、5ターンに1回使用可能となっておりまして、自分に一部物理攻撃を2回回避する効果を付与プラス HPMP を回復プラス攻撃をアッププラス1ターン極名鏡が使用可能ということで、攻撃しながら HPMP を回復しながら、自分の攻撃のステータスを上げながら、次のターン使えるものがこの極名鏡、これがですね超強いです。ワンヒットは、8ヒットとなっておりまして、多段なんですが倍率がめちゃくちゃ高いですね、なのでねぜひチェインして大ダメージを出すといいんじゃないかなと思います、でこの攻撃力のアップ率もですねかなり高いです、ちょっとステータス見ていただきましょう。この攻撃力アップっていうバフは、ステータスによって反映、素のねステータスによって反映されるので、まあ、こちらで言いますと攻撃力の素のステータスが204ですね、これが、バフが乗ると408上がる計算になっております。なので、まあ、今あるステータスから408上がるですね、でプラス限界突破したらその分も上乗せされるので、さらに高い攻撃バフの恩恵が受けられるとは、なるほど、めちゃ強いです、一人で強くなりました。一人で強くなった。頑張ったラスウェルさん、星7になってねかなり本当自分一人じゃなくて誰かを助けるような役割としても活躍できる場が増えたので、ぜひ使っていただきたいですね。情を抱いて戦う覚悟。かっこいいよね。トラストアビリティ、情を抱いて戦う覚悟。はい、そのままですね。ストーリー通りな気もします。毎ターンエルヴィン・エイジが増加プラス片手用武器を2つ装備すると武具の攻撃がアップ。先ほど説明した、武具の攻撃がアップ系、武具攻撃力アップ系ですかね。はい。プラス、厳重セット時に反映されるステータスが40アップということで。これやばいよね。そうやばい。二刀流でやっぱり両手持ち系のアビリティっていうんですかね、その先ほど説明した、体のね装備品の攻撃力の合計によって、パッシブで上がる攻撃値が変わるという、部類のバフというかパッシブアビリティのまあその二刀流の、ね、ものがまだ少ないので、両手持ちなくて二刀流のものが少ないので、まあ、どこも邪魔せずより上げられるし、かつ厳重セット時に反映されるステータスがアップという 40% アップってすごくないですか？めちゃくちゃ高いですね。これやっぱ頭打ちどんどんしてくるんで、違うものを採用してた方がより高く上がりますよね。なるほど。なのでね、合わせて使うとめちゃくちゃいいですね。はい、そしてスーパートラストマスターはこちら。はい、こちらの斬鉄剣はなんかオーディンさんとちょっとつながりがあるストーリーで出てくるみたいなお話だったんですけど、私まだちょっとオーディンの撮影がまだなので、オーディンさんまだ見に行ってないんですけど、これもすごい楽しみですね。楽しみ。迷い立つ近い。こちらがですね、バーストストーンによる上昇量アッププラス厳重セット時に反映されるステータスが 10% アップなので合わせて50。すごい。めっちゃ強いですよ。はい、はい、というわけでゆうなさん紹介していきたいと思います。まず星6のゆうなさんの印象どんな感じでしたか？一応白魔同士なんですけど、なんかアレイズとかケアルジャとかが使えないから、そうなんですよ。ちょっとヒーラー、まあリレーズが使えるんであれなんですけど、なんかヒーラーとしてというよりなんか結構アタッカーできるヒーラーみたいな。めっちゃわかる感じだったんじゃないかなと。召喚魔法ですかね。そうですね。が強いと、シューティングレイとかも強いみたいな。そう。魔力と精神依存という、まあなんかその当時多分初めての概念だったんじゃないかなっていうぐらい面白いね、アビリティを持った子でしたね。アタッカーもできて回復もできるという。まあでもただ召喚師としては単純なね召喚フィニッシャーとしては、まあより高い子がいたりとか、回復はねケアルジェが使えなかったりとかして、で連続アマも持ってなかったんですよ。なんでヒーラーとして入ることもできず、召喚師としてだったら他の子でいいやっていう。のがまあ真のね、そうね、真のまあゆうなさんいたらもちろんゆうなさん使うよ、でも他に強い子がいたら使っちゃうじゃん、使っちゃうねっていうね子だったと思うんですよ。ただ星7になって正直もうこういうの求めてましたっていう進化をしてくれました。素晴らしい。まず魔法を見ていただきましょう。はい、問題の回復力であるケアルジャ、そしてデスペガも覚えております。なるほど。でそれのみならず、特殊ちょっと見ていただきたい。はい、右上。連続マンを覚えたの？そうなんです。よくできる子だったね。そうなんですよ。我々が求めていたのはそれだっていうようなね。連続は大事。そう、サポートとしてまあ連続魔、そしてケアルジャ覚えてる。馬系も連続で季節変えますからね。そうなんですよ。なるほど。白魔ダブル白魔法の今までホーリーワンドとか持たせてたら、そのバナンとかがっていう耐性上げは使えなかったんですけど、連続魔なら何でも使えるので。素晴らしい。はい。これを求めていたというような、魔法関連での追加ですね。そして特殊もですね、かなり、そのサポート面かつ、攻撃面に伸びております。まずサポート面、スペシャルアビリティガードとの絆。わー、原作通り。ガードって知ってます？知ってる。この守る人たちですね、召喚師を。ティーダとかでしょ。ティーダとか、ルールとかもガードでしょ。わかるわかる。ってことで、これがですね、味方全体にバリアを付与、4ターンに1回使用可能でございます。これは増えるやつですか？ HP が。そう、バリアだね。しかもこれ3000ですね。やばっ、めっちゃしばらく効かないよみたいな。そうだね、すごいですね。はい、めっちゃこれ本当がバリア使ってみてマジすごいと思いましたからね。アリーナで使われて本当嫌だと思ったし、確かにアリーナのバリアはちょっとチートだね。反則になる。はいはい、まあそんな感じですね。で攻撃面もねかなり増えております。まずはですね、受け継いだ意志紹介していきましょう。はい、受け継いだ意志でですね、魔力精神を 30% アップ。まあもともと先ほど紹介した、魔力精神依存の攻撃があると言ったんですけど、そこの恩恵が大きいかなと思います。そして、召喚魔法時、現時のステータスが 30% アップ。おお、でかい。さらに増えちゃった。厳重頭一つ抜けたんじゃないかぐらいのね。はい、そして、特定アビリティのダメージがアップで、その特定アビリティというのが先ほど紹介したシューティングレイとシューティングパワー。魔力精神依存のアビリティ。召喚ゲージを消費して、うん、魔力精神依存の攻撃ですね。はい、これが超強い。強いですね。もっと強くなっちゃうということですね。うん、はい、そしてスペシャルアビリティも強いものがありますね。祈り子の思い。うん、これも原作通りの名前ですかね。期待してた反応が「とえよ」みたいなやつですよ。完璧なの返ってきた。ありがとうございます。やった方がいいかなみたいな、前回やったから。ありがとう。5ターンに1回使用可能となっておりました。味方全体の HP を回復プラス召喚ゲージを増加プラス、次のターンシューティングレイシューティングパワーのダメージをアップということで、先ほどもアップしたのにさらにアップしてくれますね。召喚ゲージもね、ここで増加できるので、うん、まあまあまあ、もうアタッカー、そう彼女にはもう暇な時はアタックしますみたいなむしろなんかアタックメインで暇な時回復しますぐらいの、うん、はい、超強いですね。だって今これちょっとステータスも見てほしいんですけど、はい、装備がね、スーパートラストマスターとトラストマスターしかつけてないんですけど、僕のレモンだとユーナの服つけたらもうコスプレじゃん、ユーナこれ確かに、うん、それ間違いないね。これはもうユーナのコスプレだよ。ユーナのコスプレをしてユーナさんですね、これはね。確かにチョラスウェルに着せたい。違うかまあそれをつけただけでステータスがですね、魔力393、そして精神が564まで上がってますね。とんでもないですね。いやこれ強い、うん、で私がね、前ユーナさんが来た時に検証したんですけど、うん、まあ、だいたい700、両方が700超えてくるとその700以下になってしまう場合は、うん、片方を振った方がいい、うん、なるほどし、両方がねだいたい700ぐらいだったら、まあ、それ以上に上げられるんだったら両方上げた方がまあいいかなっていうのが、私がね前回個人でねいろいろ検証した結果だったんですけど、うん、まあもういっちゃいますよ。いっちゃいますね、もうね。はい、なのでまあ回復面もねサポートされてるんで、一回精神をガッて上げてみて、魔力もね上げられるだけ上げて、まあいい塩梅をね皆さんで見つけていただければいいかなと思います。はい、そしてトラストアビリティ、はい、月輪の聖印、うん、合ってるかな、うん、はい、HPMP、そして防御精神を 20% アッププラス、毎ターン召喚ゲージを増加。毎ターン召喚ゲージを増加、なかなかないですよ。はい、プラス LB の効果が変化。この LB の効果が変化、どんな感じかと言いますと、異界送りですよ。異界送り、こちらの変化の内容が3ターン味方全体の MP を徐々に回復効果が追加されております。なるほど、めちゃ強いですね。超強いよ、うん、てか毎ターン厳重ゲージ増加ってすごない？新しいやる気満々ですね私ちょっと基本的にはパワーとレイを使う間違いないみたいな。すごいよ。すごいですね。こいつすげえよ。なんかでもアタッカー運用したい感じしますね。うん、ここまでなってくるとね。確かに。ユーナアタッカーで倒しますみたいな、うん、やってみたい気もしますけどね。愛も感じるしね。感じますね。はい。そして、スーパートラストマスターも紹介していきましょう。ユーナの服。お洋服系多いですね、スーパートラストマスターは。ねえ。うん、多いね。やっぱ。こうコスプレのにとって重要な。いや本当だ。これコスプレですよ本当。キャラのアイデンティティって服じゃないみたいなね。そうですね。はい。はい。はい、そしてこれがですね、火、氷、雷、水を 20% 耐性アップさせて、はい、うん、魔力44、精神78も上げてくれる。そして防御も上がりますね。はい、かつこの召喚師の心がですね、召喚魔法時現実のステータスが 20% アップ。すごくない？これだって召喚魔法 20% アップしてて、計算してみましょうか。100上がりますかね。30、20、そうね、50で50だからね。100上がんのか。やばいね。やばいですね。ちょっとシューナはやっぱ召喚獣と仲良しだからさ、やっぱ原作リスペクト。そうすごいなんか博士みたいな。やられるとうってなるから召喚獣が。なるほどね。召喚獣やられるとうって、これ絶対分かる人いるよ。召喚獣ユーナが召喚獣と戦って召喚獣がやられちゃうんですよ。なんかみんなの代わりに戦ってくれるんですけど。なるほどね。そしてやられるとうって本人もなっちゃうんだ。去ってくの召喚獣。召喚獣がこうってなってうってなって交代みたいな。なるほどね。わかる人いると思う。わかる人ぜひコメントでね。めっちゃわかるってコメントいただけたら嬉しいですね。やっぱ召喚獣と仲良しだから。ああ、じゃあ召喚獣メインだから。続きましてルールさん、点つながりのガードですね。ルールさんめっちゃいっぱいいる。いっぱいいるなんですけど、ちょっとまだ覚醒させてないんで、みそさんの説明を聞きたい。ぜひ覚醒させていただきたい。ワンちゃん2ルールいけます。いける。2ルール覚醒トラスタビリティ持ちいけます。なんだろう、なんか胸がキュッてなる。はい、はい、いきますね。はい、ルールさん、星6の時どんなこと覚えてますか？フラット。おお、確かに。フラットチェインな子のイメージですね。魔法ちょっと見ていただけますか？はい。はい、こんな感じでいろんな魔法を覚えてて、まあフラットが出たてとかですかね。出たてだと思います。初フラットだったんじゃないかな。ね、で結構ね、なんか。水属性ダメージを与えつつ、まあ、チェイン組めってね、水属性ダメージを与えられて、雷属性耐性をダウンっていうので、ちょっと一癖二癖あるなみたいなね、そうですね、イメージだったと思いますが、はい、新しくトルネド覚えてます。トンネモじゃないですか。うん、トネモだよ。トルネド大事だよね。トルネド大事。チェインといえばトルネドみたいなところ。ひとまずトルネドあればね、活躍の場多い。木兵でもね、全然連れていく。はい。はい、そしてさらに新しい魔法、右下の増胆、はい、これ聞いたことありません？なんかメディエンタさんがゾケゾブリザそう、氷系のゾケ魔法ですかね。ゾケ魔法ってすごいですね。そう、これなんかニコ生で言ってましたけど FFB オリジナル魔法ということで、はい、ゾブリザで初めて出たんですけど、それのウォーターバージョンですかね。ゾータ、なるほどね。ウォーターちゃんが、同じ MP 消費なんですけど全体で、ゾータは単体になってて、重ねたダメージアップなので、こっちの方が倍率が高そうな、めっちゃ高いですね。でも言いにくいね。ゾブリザ、ゾータとても言いにくいですね。慣れが必要。ゾファイアとか出るんですかね。ゾファイアわかんない。ゾサンダーみたいな出てくるかもしれないですね。この先みんなで言い慣れましょうね。いっぱい使ってね。はい、そして特殊ダメージも特殊攻撃も見ていきましょう。まずですね、サポート系紹介していきましょう。アクアプリズムというもので、こちらでですね、水属性の耐性をアップさせ、敵全体の水属性耐性をダウンさせます。なのでね、先ほど言ってたゾウタとか、まあ、フラットとかと重ねてね使うとめっちゃダメージが上がりますね。そう、星7になって覚えてる。なるほど、ルールさん今までスタンバイ水じゃないと水属性下げれなくて、そうなんですよ。フラットしても、水属性がね、そう下げれなかったけど、これで自由にアクアプリズムで下げれるようになったぞ。そうなんですよ。なのでかなり水得意な子になりましたね。そしてリフレッシュウェーブというものもございます。自分の LB ゲージを消費し、味方全体の MP を回復。そう、とんでもお役立ち。はい、で攻撃面もちょっと見ていきましょう。スペシャルアビリティで T フレア、トリプルフレアかな。でもトリプルではないみたいですね。5ターンに1回使用可能で、敵一体に火属性一部防御、一部魔法防御無視ダメージプラス、水属性耐性をダウンプラス自分の LB ゲージを増加。なるほど、まあ、先ほどね LB を消費しっていうのがあったんですけど、ここでね LB も増やせるので、かなりお得にいけますね。しかもね、増える量もね結構高いので、合わせて使うといいんじゃないかなと思います。でこの倍率もめちゃくちゃ高くて、魔力系のねその攻撃倍率も超高いんですが、氷耐性ダウンも報復ぐらい、水耐性ダウンも報復ぐらい。なるほど、メリアスたちが使える報復、なんとかの報復ぐらいの恩恵があるので、まあ、さらに高いダメージがこの後のターンも期待できるということですね。組み合わせても扱うって感じですかね。はい、組み合わせて使うといいんじゃないかなっていう思います。はい、まあ、フレアの強い版ですかね。はい。そしてですね、もともと持っていたものも強くなっております。激流の力というパッシブがございます。こちらですね。はい。ウォターがウォターじゃゾータ、フラット、まあゾータも入ってますね。ダメージ量がアップということで。なるほど。さらに上がる。水の子だ。水の子ですね。はい。やっぱ水だしね、あれなんか雰囲気。そうなんですよ。水ね、海みたいなね、水みたいなね。そう。はい、そしてパッシブ3度目の旅路も星7になって追加されておりますね。はい、これはですね HPMP が 20% アッププラス LB のダメージがアッププラス両手の装備品が武器のみだと、武具の魔力がアップ、もちもち魔力ですかね。これ武器2個でもアップする。あ、武器2個でもアップするのか。だから両方魔力がどっちにしろなんか武器を装備したらアップするっていう、上がるんだね。なんか魔力がステータスアップって感じですかね。3度目の旅路、ゆうなさんとの旅が3度目の旅路なんですよ、ルルさん。2回は3度目の正直、2回目はちょっとしんどいことがあったりとかしたみたいで、そうなんで弟ちゃん死んじゃったりとかね。やっぱ辛いね。そう、やっぱ辛いわなんですよ。超辛いわ。あ、でも3度目の正直ということで、ゆうなを大事に大事に、こうお姉さん的な目線で、お母さんのようなお姉さん的な目線で見てあげてるっていう、だからみんなで使いたい。確かに。ゆうなとルルとティーダとばっかか使ってあげて。わっかと声中の人、中井さんだから。私が使ったのはアーロンなんだ。アーロン待ってますということで、この思いを届けていただいて、そしてルールーさんの持ち物も変わってますね。またかわいい。56の時と変わって、5もね違って6も違って、サボテンダーとか持ってましたね。今までは持ってました。それが変わりましたね。また可愛くなりました。可愛くなりましたね。はい。そしてトラスタビリティ、火星の聖因、魔力は 50% アップ、プラス毎ターン HPMP を回復、プラス LB ゲージが増加、プラス、攻撃防御精神をアップ。もう何が何だかわからないですね。いっぱいですね。まあまあまあ、めちゃくちゃいろいろ上がりますということですね。はい、はい。そしてこの、まあ、簡単に言うとさっきのやつは戦闘始まったら、攻撃防御精神が上がるってことですかね。はい、でステータス的に見れば、魔力が 50% 上がりましたよってことですね。はい、はい、魔力何も装備してないのに、何もというかスーパートラストマスターとトラストマスターだけなのに731。はい、そしてですね、スーパートラストマスター、そして紹介していきましょう。はい、魔力を 60%、 精神を 20%。 きたー、 60% 魔力きたよ。なかなかいいですね。デメリットなしですからね。デメリットない。はい、縛りもない。これはちょっと2星7ルールトラストマスターきちゃった。これを見ていたブーストサボテン、ブーストサボテン見てブーストルールしちゃう。ブーストルールしてトランスティナにつけたいみたいな。ああ、なるほどね。いいですね。これ汎用性高いからね。そうですね。精神も上がるのが、やっぱ防御力弱い子がね多かったりするので、こういう子たちってでかいですよね。確かに。まあゆうなさんとかもね、さっき紹介したように精神とね魔力を上げるって言ってたので、まあそういうことも相性がいいですね。はい。しかも水属性耐性 50% アップですよ。そうなんですよ。すごくないですか。すごいよ。はい。そしてですね、まあ 50% 水属性が上がるということは、先ほど紹介したゆうなさんとかが覚えてるバオタガとかを使うだけで 100% 超えてきますね。やっぱ水だ。水だ。天は水だ。はい。天はぜひ水攻撃がいっぱい来る子、または水弱い子にぜひ使っていただければね、いただきたいと思います。はい。というわけで、今回は12月に追加された星7覚醒ユニットの15体中の5体を第2回として紹介させていただきました。みそちゃん、お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、次回はですね、残りの5体こちらを紹介させていただきますので、ぜひぜひそちらも見ていただけると嬉しいなと思います。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバーイ。はい。というわけで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。公式ツイッターやってます。詳細欄にリンクあります。ぜひぜひチェックしてみてください。そしてこちらのチャンネル登録も、動画の更新通知やライブの配信通知が届きますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた見てくださいね。バイバイ。